道の区新報は1946年に創刊された青森県弘前地区を主な対象地域とした道の区新報社の発行する日刊新聞。上官単独で全国のニュースは時事通信の配信を受けている。発行部数は約5万部。青森県西部のエリア市で県市である東欧日報と共合しつつも地盤である。 広崎市内では広く読まれており、合わせて同市に隣接する五所川原市、黒石、日向川市においても、一定の発行部数を確保している。一面の裏に位置するに、三面が社会面となる、どちらかといえば珍しい紙面構成となっている。逆に、最終面のすぐ裏にローカルニュースが掲載される。名物コラム、津軽五拓調」は、津軽弁をうまく使った味わい深い文章で、 根強い人気がある。県内でも南部地方の話題はあまり取り上げられないが、政治や事件などの社会的話題に関しては掲載する場合がある。社説等の論調は時に自民党への批判色が強まるかと思えば、保守的論調を伺わせる場合もあり、論説担当者によってイデオロギー傾向の差もそれなりにあるようだが、津軽地方の話題を務めて、 取り上げようとする姿勢は一貫している。広崎市下白金町2-1左側には BS デジタルテレビの番組表が掲載。右側にはラジオ局の番組表が掲載。ありがとうございます。